大般若長江は、鎌倉時代に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、東京都台東区にある東京国立博物館所蔵。国宝指定名称は、立命長江。美全国の刀工、長江によって作られた立ちである。長江は、おさふね派の創始者として知られる刀工、三忠だの子で現存する作刀は比較的多い。 長江二次名のものを、初代、左近証言の受領名のあるものを二代とする見方も、あるが、両者を同一人の作とみなし、一代限りと見るのが、ほぼ定説である。大般若長江は、長江二次名である。鎌倉時代から南北朝時代の立は、磨く上が多いが、この立は制作当初の姿をよく残し、皇帝の差が大きく華やかな波紋が特色である。大半野、 将校の名前の由来は、室町時代に他に多軍を見ない、1600巻という破格の第一家がなされたため、全6 0 0巻にある経典の大般若行に引き合わせて、名付けられたとされる。もともとは、足利将軍家の所有であったが、第十三代将軍、足利義輝が、重臣美吉長家に貸しされ、やがて、織田信長の手に渡る。姉川の戦いの功により、信長から授けられた、 徳川家康は、長篠の戦いの先行として、奥平信正に与えた。その後は、信正の抜死で家康の養子にもなった、松平忠明が所持し、そのまま、忠明の家系が所蔵したまま、明治年間を迎えた。大正年間には、道家から売り立てに出されたものを、愛悼家として知られる、伊藤美代寺伯爵が買い受けて愛蔵した。 関東大震災の際には保管されていた蔵が倒壊し、瓦礫の下敷きとなって刀身が曲がるという被害を受けたが修復され、以後の伊藤伯爵家によって所蔵された。1931年12月14日に重要文化財に指定されている。伊藤伯爵の死後、1939年に、 旧定室博物館に買い上げられることとなり、その際に提示された買い上げ価格である6万円は話題となった。1941年、遺族からに正式に提室博物館に譲渡された。戦後も引き続き、東京国立博物館で所蔵されている。1951年6月9日に文化財保護法に基づく国法に指定された。 八丁7 3 6トル、反り2 9トル。作り込みはしのぎ作り、いおむね。刀姿は腰反り高く、切っ先は中切っ先つまり育びとなる。私鉄は正番目肌が、薬味、地にへ細かにつき、乱移りが立つ。波紋は、皇帝のある、長寺乱を主体に大長寺、互いの目まじり、足、早く、入り、ところどころ筋筋入り、 相対に匂い口さえる。帽子は乱れ込んで先は困るに帰る。彫り物は表裏に棒土いを丸止めとする。茎は西部で先をわずかに切る。ヤスリ目は買って下り。目釘ぎ口二つ。廃氷に長高二次名がある。ありがとうございます。